steady, Susie. Just a moment. This requires a little thought. Now ease it down on my back. てきました3回戦進出38選手中一番体重の重い155キロの加藤光正が登場しました。松田明5段との対戦です。共に4回目の出場になります。加藤は組手は右なんですね。そうですね。松田の方は左です。しかし大きいです。155キロの加藤、奥襟を取っています。強引に持っていきます。腰が重いですね、はい、まあ、支え釣り込み足に行ったところ、大外刈りに行きましてちょっと体勢が崩れるんですね、はい、これをかわしながらうまく裏投げに持っていきましたね、はあ、何か力で持っていきましたね。そうですね。加藤一本勝ちです。3回戦へ進みました。正田とともにこの大会11回目の出場、最多出場の宗田、康幸、
11年連続ですからね、はい、岩田勝弘との対戦です。初出場の相手との対戦になりました。さあこの宗田がこの全日本でどんな試合を見せてくれますかね。世界選手権の重量級の選考もかかってますから、これはポイントにはなりませんでしたね。岩田の大内刈りを返したという形ですが、こういう返し方をするとですね、ちょっとあの危ないんですね、はいはい、さあ必要な足技を見せる岩田を投げました。宗田があの左手で肩口をちゃんと掴んでですね、はい、岩田の攻撃を受けて最後は大押しという形ですね、持っていきましたね。なるほど、ちゃんと決めてます、はいはい、1本ですね、はい、宗田一本勝ちで3回戦進出です。初戦一本勝ちです。さあ次々と注目される選手が登場します。高井洋平、猪俣秀和との対戦です。このところ高井選手はちょっと調子が悪かったんですが、この全日本はだいぶ調子上げてきてるんじゃないですか。そうですね、もう稽古は十分に積んでですね、はい、あの来てますね。5回目の出場です。ここは高井はしっかりあの組んでいきたいところなんですけども、稲葉田は組まれるとあの危ないということでですね、厳しい組み手を行ってますよね、がっちりと組めばね、高井はそうですね、一本決める技ありますからね、はい、内股からこれが技ありになりました。崩れ袈裟固めで抑えています。技ありは25秒で抑え込み1本になります。これで合わせ技1本勝ち高井。高井も